朝日新聞の田大輔です、えー、今回はですね東京経済部記者今泉進さんに来てもらいましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでは冒頭ちょっと聞いてください <noise> はい ね、なんか、かきんかきんみたいなことが音が聞こえましたけれども、今井さんこれはですね、あのはい、プシューという音も聞こえたと思うんですけれども、皆さんあの、コーヒーが、えー、生産される国でおなじみのエチオピアという国のコーヒーショップ。うん、ということはエチオピアに行ってきたエチオピアはトランジットで訪れてますね。 トランジット、アディスアベバからか行ったんですかそうですねあの。アディスアベバ、アフリカの中でのこうハブ空港の役を果たして。一部航空港がね、結構あの辺じゃね。そうですね。そうですよね、はいあの。インチョンからも飛んでいるので、あ<ー>まあ、日本からインチョン経由で。 行くときにアフリカ各国に出てるのがアディスアベバですね。なるほどね。あのアフリカ連合 AU のね、本拠地があるところでもありますよね。そうですね。そっか、じゃあ、インジェラは私大好きなので、あ<ー>、はい、そうですか。皆さん、インジェラが何かよくわからないと思うんですが、<laughs> じゃあ説明してください。インジェラっていうのはあの、エチオピアの固有種でですね、あのまあ、ソバ粉に似てるんですけど、テフという穀物があってですね。うんうん あの、そのテフという穀物を、まあ一週間ぐらい発酵させるわけですね。はい。一週間ぐらい発酵させたものを、まあクレープ状に焼いて、味はですね、あの非常に酸っぱいというか、うん、あの発酵しすぎたヨーグルトというか、うん、まあそのクレープでカレーみたいなものを包んで食べる。まあこれがエチオピアの まあよく食べられるポピュラーな主食ですね。そうですね。だからなんていうのかな。結構空気の穴が開いている。ね、あの、まあ、そこうクレープっていうのかな。食感としてはカステラとかに近いと思いますけど。そうです、ね、味は酸っぱい。味は酸っぱい。で、そこになんか例えば肉や野菜の煮込んだものなんかをね、くるんで食べるっていう,うね。乗、ね、っけてくるんで食べる。これがね、マジうまい。ね、あの、私は大好きなんですけれども。はい、賛否両論そうですね。<laughs> ま、ここまでの話聞いてても、あとアフリカ好きですね。そうですね。なんでですか大好きですね。ま、もともと私、大学時代にあの、スワヒリ語を専攻してたんですけれども、うん、へスワヒリ語ってどの辺で話すんでしたっけスワヒリ語はですね、東アフリカのケニアとかタンザニアを中心に話される言葉ですね。うんうん、なるほど。はい、じゃあもう、え いつ頃からそのアフリカあるいはスワヒリ語に興味持ったんですかもう高校1年生ぐらいからは何があったんですかアフリカのことを勉強しようっていやもう何があったかほとんど思い出せないですけどね本当の一番古い記憶はあの小学校の時にあの日韓ワールドカップがあって <laughs>、はい、私地元長崎なんですけど九州のちょっと離れた大分県っていうところにですね あの、カメルーンの代表が。中津江村、はい。中津江村に来て。あれはもう有名になりましたね。そうですね。はい、それをなんか小学校の調べ物の学習で調べたっていうのが一番最初の出会いですね。えー、なるほど、はい。なんていうこう、自分たちとこんなに違うのに、なんか一緒にサッカーしてるっていうのは面白いなっていうふうに思ったっていうのが一番最初の記憶ですね、私の中の。じゃああれですか学生の時分なんかにあアフリカ行ってたんですか あの大学時代は、はい、よく行ってます。よくよく、<laughs> よく、1年に行ってま原宿みたいな言い方するけれども、<laughs> 年1ぐらいで。そうですね。はあ、どの辺の国回ってきたんですか、まあ、あの、主に行ってたのはやっぱり東アフリカ、ケニアとかそそタンザニア中心ですけど、うん、まあ、長い期間行ったときにはですね、あの、アフリカはぐるっと一筆書きで、陸路で、あの、キャンプ生活をしながら。 キャンプ生活をしながら。一筆書きって言いました一、まあねはい、筆書きですね。アフリカめっちゃ広いじゃないですか。そうですねいやその。よくほら、横断とか縦断っていうのは聞くけど、一、はい、筆書きってどういう意味ですか一筆書きっていうのは、本当にあの、ジブラルタイル海峡を渡ってですね、うん、あのモロッコから入って、ずっと海岸線を通って、ケープタウンまで、南アフリカの端っこまで行き、<laughs> で、そこから折り返して、ずっと今度は回路まで上がっていくという。簡単に言うけど、すごい旅ですね。<laughs> そうですね。よくやりましたね、それ。本当に、あの、ま、蚊にも刺されまくって。危ないよ。マラリア。<laughs> <laughs> マラリアかかんなかったんですよ、ね。かかんないんだ。幸運だな。そうですね。なるほど。うんまあ、ただ、やっぱり一番しんどいのは暑いのがしんどかったですかね。普段で、ね、<ー>50何度とかっていうのが。いやその一筆書きって期間どれぐらいかかったんですかこれはでも、 11ヶ月とかそれぐらいですけいまあ大体1年ぐらいの。 ねまあ、当然かかる事ど、むしろそれでよく収まったなっていう感じもね。その話をおかしく聞きたいんですが、はい、ただ、今日はそのテーマではなく、<laughs> はい、あなたは、ねえー、経済部の方ですね。すねということはあの、アフリカの特派員、今、ヨハネスブログにに、ねはい、朝日新聞の場合はありますけれども、の特派員ではないわけですね。はいはい、やっぱりそのじゃあ、学生の自分からの興味が高じて取材に行ったってことですか。そううですねもうまさににに、うんまあ、アフリカにととにかく行きたいと あの1年目からずっと言い続け、ようやく取材できたと <laughs> ただまあ経済部の記者ですから、はい、当然、ここは経済の話になってくるんですかね。やっぱりそのアフリカ経済、うん、まあこれから見ていかなきゃいけないっていうのは、人口がそれだけ増えてくる面もあるし、規模感も大きくなっていくし、日本は国内市場がどん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 小さくなっていく中ですね、うん、じゃあ、日本とアフリカのつながり、うん、どこで書くのかなっていうと。 まあ経済っていうところが一つ面白いんじゃないかなというのが、あの私の個人的な思いです。なるほど。あの人口増えてるんですかそうですね。人口、国連の統計では、今世紀末にはあの世界、世界中の人口の4割ぐらいがあのアフリカの人になるううに、ね。おお、世界の4割。ますね。この4割の、まあ、パイを取らない経営者っていうのは、果たして賢い経営者なのかて。うん、<laughs> いないでしょうね。アフリカの経済 というふうに、まあ一口に言ってもですよ。本当にアフリカって54カ国があってで、あうん、でかい。あの、メルカトル図法の地図だとあんまり大きさが伝わらないんですけど、本当に大きいですから。そうですね。すね,ね、北から南まで行くのって飛行機に乗ってもなんか9時間とかかかるようなね。そうですね。大きさがありますので、はい、本当様々だと思いますが、今回はどんな取材されたんですか、はい <laughs> 今回はですね、うん、えっと、まあ、アフリカの新しい動きというか、うんうん、特にあのスタートアップ関連にあの注目して取材をしてきました。スタートアップね。なるほど。一択にはどこですか一択にはですね、えっ、ー、と、まあ、ケニアに行って、お得意のね、そうですね。ソヘリゴで取材したんですかそうですね、ソヘリい人いるんだね。はいはいはい、はい。<laughs> 交えて取。ケニアはどんな動きがあるんですか まあ、ケニアっていうのは、東アフリカの一大拠点というか、あの首都ナイロビーにですね、はい、まあ世界各国の企業が集まっていて。大都会ですからね。そうですね。<ー>はい。で、そこであの、まあ、ケニアのスタートアップっていうのは、いろんだから多国籍の,きあの方がいろんいろ,んいろん集まってるんですね。ヨーロッパから来る方もいれば、うん、アジアから来る方もいて。うんうん でその多国籍のこうパワーを受けて、ですね、まあ、どんなふうにこう変化していってるかというところを中心に取材してきましたなるほど、そのなんか IT 的なことだと、何があるんですかまあ IT 的なことだと、ですね、まあ、2007年にエムペサというモバイルマネーが、ケニアではあの使用が始まったんですけれども、そもそもですねあのケニアの銀行口座を持ってる人がまあそんないなかったというのもあって、ですね、うん、このエムペサを使えばスマホで送金できて、まあ、しかも商店で両替も。 実際の,あの紙幣にもしてくれると。うんうん、で、そういうことまでですね、一気に広がって、まだヨーロッパとか日本でも全然そんなモバイルマネー進んでない時にですね、一気に進んでいったと。そうなんですよね。はい、私もケニアに行ったのは何年だったかな、2010年とかだったと思いますけれども、すで、うん、にマサイ族が。 普通に携帯使ってたんではい、はい、あそうなんだって思いましたよねそうですね、固定電話が広がる前に、携帯が広が広ると、うん、逆にだからあの、そういうインフラが未整備なところも多いので、携帯電話に強みがあるんですよね。そうですね。うん、もうモバイルというか、動けると、どこでも行けるっていうのが、その導入するにあたっても、まあ、あのこう電線をこう張り巡らせるのよりも、携帯の基地局を、ね、どんどん置いていくっていうことの方が、うん、逆にね、 えー、受け入れるのが簡単だったりするっていうのはね,ね側面もあるという。はいはい、っていうケニア、うん、他には何かあるんですか他にはですね、まあ、ナイジェリアは基本的にオンライン取材をいろいろしたんですがナイジェリアはね、アフリカで一番人口が多い国かな、そうですねもう2億人超えてますね、人口ですねう でまあ、ここは本当にマンパワーの国というか、なかなか外から入るのにですね、厳しい国で、<ー>あの外国人がビジネスするの、まあ難しい側面もあるとは思うんですけれども、うん、まあとにかくナイジェリア系の人はですね、もうディアスポラというか、ナイジェリアから出ていった人たちが世界中にいると。で、これはまあ日本、例えば日本で有名なナイジェリアの方だとあの、ボビー・オロゴンさんとか。<ー> 彼もまあナイジリア、ね、あんまり最近見ない。あんまり見ない。ね。いろいろなこともありましたからね。はい。はあ、まあ彼も含めて、とにかくナイジェリア人って世界中に出ていっているので、うん、まあそういうディアスポラのコミュニティも生かしてですね、うんうん、あの、外でお金を調達して、中でのサービスに使うとか、うん、まあそうした動きも少しずつ出てきているような感じですね。うん、ナイジェリアにもそういうスタートアップ企業なんかがあるんですかそうですね。ナイジェリアは本当に、まあ人口規模を生かして、あの、 まあ保険分野であったり、ええー、まあ医療系の分野であったり、まあ普通の、まあフィンティックって呼ばれるですね、あの金融系の分野であったり、うん、あの、まあ広くまんべんなく、もうとにかく人がたくさんいるので、あの、いろんなビジネスをやろうという若い人たちの動きが出てきてますね。で、うんうん、まあこれまでその人口流、ああ、頭脳流出というか、あの、外に、まあ留学に、ね、ない事例でか賢かった人が留学に行って、出て行って、で、そのまま帰ってこないみたいなお医者さんになって、 あのヨーロッパでずっと暮らしてしまうみたいなことがあったと思うんですけど、まあ、今はですね、それが逆に戻ってくる頭脳回帰みたいな動きもあってですね、うん、そうした人たちが少しずつ企業を始めているという感じですね。ナイジェリアのね、スタートアップ企業って、例えばどんなことやってるんですか例えば、うん 例えばって言われると難しいですね。本当にたくさん <laughs> ありすぎて。なんか医療系とかでと。私が取材したのは、あの、一、うん、つドラッグストックという会社があってですね。はい。あの、この会社は、あの、いわゆるドラッグストアなんですけれども、うん、オンライン型のドラッグストアで、うん、あの、医薬品を、まあ、例えば24時間以内にその病院に届けるとか、うんうん、そういうサービスをしてるんですけど、あまあ、それは、なんていうんですかね、まあ、オンラインで注文してと。 で、なんでそういうサービスが必要かっていうと、これまで、まあ、病院もそんなに薬をストックできないとか、うんうん、あの、まあ、大事な薬がヨーロッパから入ってこない、まあ、他の地域から入ってこないという、うん、まあ、課題がいろいろあってですね。で、お医者さんがその、まあ、この薬が必要だからって患者さんには言うんですけれども、病院では出せないと、その薬が。うん、じゃあ、ちょっと自分で見つけてきてください、みたいなこともよくあったらしいんですよね。うん、そうなると、あの、まあ、いわゆる、 正規じゃない市場とかから買ってこなきゃいけないと。なるほど。そうすると偽物とかもあると。あ<ー>でまあ、そうした社会課題をですね、まあ、解決することを一つ目指してできてるっていうのが、うん、あのその会社ですね、ドラッグストックという会社で。こうやって、こう、社会課題を解決するようなところを意識した企業っていうのがあの非常に相次いでいて、うん、まあ、欧米中心にですね、あの投資もどん,どんどんどん増えてきている状況ですね。あの医薬品っていうことで言うとですね、 これなかなかいろいろなね問題があると思うんですけれども、コロナ禍で例えばワクチンでも問題になったのが、えー、なかなか、 保温が難しいっていうことなんですよね、でねはい、これは要はですね、日本にいるとあんまりわからないんですけど、はい、こんなに物流の発達している国って、多分世界でも珍しくって、うんあの、まず道路なんかもきれいに整備されているし、そこをこう高速でトラックが走るなんてこともできるし、はい、そもそも宅配便なんかもクール便なんてあってね、うん、温度の管理をするっていうのが普通にできる、そうですね、なんて国はあんまりない、私は特派員でイランっていう国にいましたけれども。はいはい テヘランっていうね、首都に住んでたわけです。で、テヘランはもうだいぶ内陸部なんですよね。うん、イランはもうペルシャ湾に面してますから、うん、魚は豊富に取れるんですが、新鮮な魚を運んでくることができないんですよ。うん、やっぱりそれをこうね、えー、生きたあ、ま、鮮度のいいまま、テヘランまで運んでくるっていうことができない。で、えー、魚と同じように、えー、ワクチンであったり医薬品っていうのには、 冷たい、ね、温度、あるいは一定の温度のまま運ばないと損なわれてしまうっていうものもありますよね、こういうのっていうのは、ナイジェリアではなんか解決はされてるんですかいや、なかなか解決されてない部分があると思いますね。だからそそのののの会社のあの社長さんが言っってたのはやっぱりその 物流も含めてですね、届けるまで自分たちでやらなきゃいけないと。なるほど。単純に売るだけじゃなくて、お客さんの手に届くまで、だから自分たちでトラック持ってるし、うん、配送するバイクもあるし、<ー>そこまでを、あの、オールインワンでやらなきゃいけないというのが、あの、まあ、今の課題ですね。まあ、ここはもうちょっと発展してくると、人に頼むこととかもできるかもしれないんですけれども。うん、なるほど。でもドラッグストックっていうぐらいだから、あの、薬を全面に打ち出した会社なんだけれども、自分たちで、 そういうそのトラックも持ってると。そうですね。配送の倉庫みたいなのもあるんですかね。そうですね、はいあ。だからその日本で言うとね、アマゾンであったり、ヨドバシでみたいなのはね、はい、デリバリー的なことを受け負ってますけれども、はい、そういうのも全部その、えー、薬品の会社がやっていこうと。そうですね。ただやっぱりそこら辺がその地域のね、実情を踏まえて、うん、新しい業態がスタートアップなわけですもんね。そうですね。できてるっていうのはなかなか頼もしいですね。そうですね。ただからそこを、やっぱり、 地域に住んでるからこそ分かるというか、そこで、ね、生まれ育ってきて感じた課題だからこそ、そこで食べ物を食べて、いろんな仲間がいてっていう、社会環境の中で育ったからこそ、こう分かる課題感というか、だからこそ生まれるビジネスかなというふうには思ってますね。それとさっきの話の中にありましたけどね、重要だと思ったのが、えー、アフリカってどうしても旧植民地国が多くて、うん、旧宗主国に えー、留学したりとかですね、はい、なんか何かとつながりが強くって、はいえー、で、働き口としても、はい、やっぱりそれはね、欧米の国々の方が賃金も良かったりしますから、えー、優秀な人が,ながね、優秀な人ほど出てっちゃうっていう問題、うん、これがしかし戻りつつあるんですか、うん ま,あまだまだ、まだまだまあまあですけれどね。もちろん、ね。それでも少しずつ少しずつ、ま、戻って、あの、一旗あげようという人が出てきているっていうのは事実ですね。うんうんうん、それはすごくいいことですよね。そうですね。うん。やっぱりアフリカにね、生まれた人たちですから、アフリカ自体がね、豊かになっていくところに貢献したいっていうの気持ちは皆さんあるでしょうからね。そうですね。で、えー、というような、スタートアップの企業が、ケニアとね、ナイジェリアの事例見ましたけれども、どうですかこれ まあ、例えばケニアって、ケニアも何回もってるんでしたっけそうですね。あの、発展の最初に行ったのはいつ頃かとか覚えてます最初に行ったのは2011年の3月ですね。ああちょうどあの、東日本大震災があった時は私はナイロビに行きましたね。私もそ月あんまり変わらない時期に行ってましたけれども、はい、まあ、当時からすでにね、ケニアっていうのはアフリカの中では本当にあの、まあ、有数の、なんていうか、 あの例えば金融であるとかね、はい、発達した国ではありますし、はい、超高層ビル街とかもあって、す,ね、すごいところではあるんですが、に比べて、えー、また最近ってね、何か違いとか感じましたかいや、一番やっぱりすごいなと思ったのは、ナイロビ市内からですね空港に向かうところに高速道路が、これは中国資本の投資でできてるんですけれども、うんうん、これができたというのが、ですねものすごく大きいですね。なんか2時間も 二時間とか途中で警察にね、うん、止められたりしたら、<laughs> さらに一時間ロスみたいな感じがかかったのが、はいはい、本当15分で着くっていう高速を通っていけばですね、うん、そういう環境になったっていう、うん、このインフラ整備はものすごく進んでいる感じがしましたね。まあ特に目につくので、あの短期間行っても目につくのはそのインフラ整備の部分ですよね。なるほど。やっぱあと日本人も含めてですね、うん、あの、ま、さっきのスタートアップの話ですけど、日本人も含めて、 まあ、例えば2010年代前半とかだとやっぱり NGO でインターンしたりだとか若い人はですね特にあのインターンしたりだとか、まあ、自分で立ち上げたりだとかっていう人が多かった感触があるんですけど今ですねそれがもう完全にどっちかというと自分もスタートアップして、まあ、少しお金稼ぎながら持続的に支援も含めてですねあのやっていくというようなことをやってる方が増えている印象がありますねおあの、まあ、まずちょっとね。 中国っていう言葉が出てきて気になりましたけれども、うん、どうですか実際ケニアで中国の存在感と日本の存在感を比べたときにどうでしたまあ圧倒的に中国です、ね。<laughs> ね、それはもうあの言うまでもないぐらいの、ね。まあ前からそうだった話もありますけれども。ねはい、で、あとあれですかその、まあどうしても日本に限ってことじゃなくて、欧米なんかもそうでしたけれども、アフリカへの投資っていうことになるとですね、まあ、かつてその植民地として古希使ってきたっていう、こう、負の歴史もあって、 あって反省してるのか知りませんけれども、投資をするっていうことが、一つ何かね、まあ、せねばならないというか、あるいはその、なんというのかな、あの保護みたいな感じというか、うん、上からの感じがあったと思うんですけれども、うんうん、そういう感じっていうのは抜けつつあるんですかね。どうですかね、その投資する側のマインドまでは私はよくわからないですけど、うん まあ、関わり方としてはちょっと変わってきてるというか、やっぱり自立して稼いでもらわないとっていう思いはあるとは思いますよねで少なくとも日本から企業なんかがね進出したりする場合に、もうすでにケ、えー、やなんかでいうと、ですね、えー、こちらからね何かこう、まあ、普通にビジネスをしに行く国っていう形にはなってるわけですよね。円、まあ、円安って言われるじゃないですか、はい、この円 みたいなもの存在とかあと日本企業の価値みたいなのってケニアの人からはどういうふうに見られてるんですかねどうですかねあの割と中国企業と韓国企業と日本企業の違いがついてない、うん 人が多いっていうのは一般的な感じかもしれないですね。<laughs> そのヒュンダイが日本の車なのか、まあトヨタが日本の車っていうのは何となく分かってるとは思うんですけど、うん、ただそれ以外のメーカーがどこが中国製でどこが日本製でっていう区別があの、はっきりどれぐらいの人についてるかっていうと、うん、ちょっとよく分からないなというか、結構混ざっちゃってるんじゃないかなという感じはありますね。なるほど。まあ我々からすると、だってケニア製かタンザニア製か、 エチオピア製菓ってそんなわかんないかなっていう確かにそうかもしれませんよね、うん、最後まで聞いていただきましてありがとうございましたよろしければですねチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします朝日新聞の神田大輔でした